去年大好評だった女装ワングランプリ、メンバー全員が十人十色の女性に大変身するという奇抜な企画。中でもバニーちゃんに扮したマゴシが見事優勝。最下位は全く女性になりきれていなかった岡だった。今宵再び変装企画がよみがえる。君の隣僕がいる歌舞伎今回は変人アクターが本格メタルに大変身。普段からは全く想像できない奇抜な格好で思わぬシチュエーションを演出する。まずは早朝5時に集合したメンバーに今回の変装内容を宣告。皆さんは以前女装に挑戦していただきましたけども、はい、覚えてますか、はい、最高でした。いい思い出になっちゃっててね。最高でした。中島君はね今日皆さんに挑戦していただくのはメタルでございます。メタルでピンと来てる人とね来てない人いるんだよね。わかんないです。ブエーおー堂々とやれ堂々と顔真っ赤いっすよ早速変装開始。メイクさんはなんと5人がかり。始まったばっかりで松島君もうお化けですよこれいいですね。おっとマーク入ってるね。それぞれ全く違うタイプのメタルファッションが次々誕生。およそ4時間全員のメイクと変装が完了した。それではご覧いただきましょう。まずはマゴシ君。はい、マゴシ君一番しっくりきてないの君なんじゃないのかちょっと待ってくださいよ。いやこれまでつきましたよ。これまでそもそも呼ばれて入ってくるようなもんじゃないでしょいやーってくるんじゃないの。そうっすかね。やってごらんよちょっと。続きまして光武君。甘いボイスの光武は目元もカラフル。ヒゲがネックと思いきや意外に似合ってないか。こちらは松島、黒髪を生かした奇抜な髪型に全身ブラックでいつも以上にガリガリに見える。笑顔がキュートな山田はファンキーなやんちゃメタルに、上着のトゲトゲが異常に多い。パッと見誰だか分かんない最年少の中島、果たしてマスクを取る時は来るのか。そして元バンドマンの坂田、金髪の長い髪の毛をアップし盛りに盛った外国人風メタル。これはメタルと言っていいのか。どう見ても歌舞伎な北田、いつもとは違うキャラ爆発か。続きまして関岡マーク君。いいですね。一番入ってる。一番ヘビーメタ入ってる。分かってる。様になってる。かっこいいかっこいい。続きまして澤柳君。すげえ来たな。おい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 。すげえ。どうも SR です。SR。イニシャルです独特の世界観だね。そうですね、うん、黙っててアート。黙っててアート。いや結構喋ってますけどそれでは岡くんいきましょう。岡くんお願いします。ギリギリヘビーメタルでいいんですか。ヘビーメタルかなって感じするんですけど、まあ、こうハンガー、トゲ、そしてこのかっこいいタトゥー。あ、ハンガーまさか、かっそれぞれ個性の強いメタルファッションが完成。この格好で何をするというのか。今から皆さんはこのメタルでギャップを追求したカレンダーを作っていただきます。What? ヘビーメタルで、これでヘビーメタルカレンダーを作ります。マジで、はい。
そう、今回はメタルに扮した天神アクター全員で2016年のカレンダーを撮影。さまざまなシーンでとにかくギャップを追求した写真を撮る。さらに街行く人に一番ギャップがあると思うメンバーに投票してもらう。そして優勝したメンバーには素敵なご褒美が。撮影してくれるのは海外でも個展を開催しているプロカメラマンの斉藤さん。ミュージックビデオやイラストなども手掛ける敏腕カメラマン。スタートの1月はメンバー全員で撮影。さあ何をして撮影するかというとこちらでございます。カルタ。その通り、カルタ。いいでしょう、ヘビメタとカルタ。ギャップありまくりでしょう。ねえ、合わねえ。まあ一人しっくりきてるやついるんですけど、和なテイストでね。あ、いいね。帰り血を浴びる。撮ったのは SS だね。神様ナビナなんか絶対ダメこんなシーンさん見たことない昔撮った杵塚ギャーッすげーこうさー1月のメタルカルタ無事撮影終了。